はい、ですね、だいぶ色がついてきました。今の段階で多分4回ぐらいの重ね塗りしたかな。で、だいぶ色が出てきました。まあ、4回でちょうどいいかなって感じはします。で、あと1回だけ上をぐるーってやって、ちょっと待った後に急いでマスキングを剥がします。意外と皆さん、乾いてから剥がした方がいいんじゃないかなって思う方多いと思うんですけれども、乾いてからだと、ピタってくっついた塗料がマスキングにもこう重なるんですね。一緒に塗ってるから。で、マスキング剥がすときにマスキングと一緒にブラーって取れちゃうので、特にこのスプレーは剥がれるスプレーなので、多分その傾向が強いと思います。なので早めに剥がしちゃいましょう。で、これから今すぐこれを取っていきます。ただ多分手とかつくので、まあその辺は覚悟してください皆さん。ただあんまり早すぎると多分手に塗料つくんで気をつけてください。いい具合で皆さん。あ、すごい、これちょっと待って、思ったより急いだ方がいいかもしれない。あの、もうちょっとしか経ってないんですけれども、重なってるトランプの塗料がペリーンって綺麗にいき始めてるんで、ちょっとこれ日が照ってる日は思ったより皆さん早くやった方がいい気がします。あーっと、これやばいぞ。あ、乾くの早い、この。あー、でも、あー、いい感じじゃない、これなんか。あ、皆さん本当に早めに取りましょう。はい、ということでこの子が終わったので、全部4本ホイールが終わりました。どうでしょう、だいぶかっこよくなったんじゃないかと思います。まあ細かく見ていくと結構ボロボロの部分多いです。まあそれはしょうがない、 DIY だしね、ラバーだし。普通の塗装だったらまあここまではいかない、ここまでボロボロにはいかないんですけども、まあしょうがないね。でもね、剥がせるっていう利点があるから、そう考えると強いのかなとは思います。純正とは思えないですね。こうちょっとだいぶかっこよくなった気がします。では最後にはめ替えてみたいと思います。ホイールを車にはめましょう。はい、それでは皆さん、1本だけですがはめました。純正ホイールでこんなにかっこよくていいのってぐらいかっこよくなりました。びっくりです。では行きましょう。後悔どうぞって、暗くて見えねー。どうすか、かっこよくないですか。ちょっと向きを変えました。どうでしょう、こう来てこう来てこう、意外とつかバカかっこよくないですかこれ。ほら、あ、かっこいい。まあ今回は時間がかかっちゃいましたけども、仕上がり自体は納得どころか大満足の結果に終わりました、ね、見た目近くで見ちゃダメよタイプですね。で、まだ完全硬化はしてないので、あまり触れちゃわ、このタイミングでは触れないようにしましょう。今触れちゃったけどね。で、あとはどれだけ持つかだね。最終的な評価としては、剥がせるからね、戻せるからそれが楽です。で、値段もだいぶとかかなり安いです。1本500円ぐらいで今やってるので、なんかセールって書いてあったので今だけかもしれないです。楽天市場です。なんか下にリンクかなんか貼っときますね。では今回は大成功ということでね、時間は約1日半ぐらいかかりました。全部で1日と12時間ぐらいかな、多分かかってます。はい、まあ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 ね、本来は1本通1週間にやっていくぐらいのペースでやってください皆さん。一気にやると若干失敗することあるんで。はい、それでは皆さん、またお会いしましょう。
おみな TV でした。バイ。ウィーン。